しくしく。よく乗りますか。いけるか、いけるか、頼む。カモン、カモン。あ、遅い遅い。うぅ、うぅ、うぅ、へへへへ、びっくりよ、びっくりよ、びっくりよ。来るな、来るな、来るな。神返し、神返し。装備来て、装備来て、装備来て。へへへへ。いいよ。あ、無理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 。ほっ。フレーム2件ぐらいしか使う、後ろ来てるよ、まだ。あれデジャブなんだけど、これデジャブなんだけど、デジャブなんですが、これデジャブなんですが、それは当てますかね。なにこれ、スプラッシュフォース。あ、毒じゃないですか。私毒ポーションで死ぬの嫌だ。うまい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 。タイム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 。ボリーズウェイトって言葉を知ってるかい。あっつ。はい。ちょっとこのゲームバグ多いって。今更ながら思いついたんですけど、真ん中のチェスト縛りなんですけど、真ん中に行くより横の人納金した方が先に装備集まって強いんじゃないかなと思うんですけど、それはおっと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 。そう、これもうちょっと早く気づくべきだったよね、俺アホだわ。さっきから圧倒的装備差でずっとね、辛い思いしてたので。そうだよ、もう最初から真ん中のチェスト縛りと言いつつ真ん中に行かないっていう、真ん中のチェスト縛りとか言うアホみたいな、アホみたいな考えが俺の頭を潤してたせいでこの発想に至らなかったんだけどね。こっちの方が圧倒的多分優勝できるよね。思います、それ。ちょっと趣旨変わってきちゃうけどね。本当はこのね、この動画を作ろうとした目的なんだけど、あの真ん中のチェストって自分大切っていうないことは結構前から把握したんですよ。なんでそれをね、教えようと、あの真ん中のチェスト邪魔、勝つのはこんな辛いんだぞっていうのを、まあ、今回実証できてるんですけども、立証できてるんですけど、あの人強そう、あの人強そう、これをタラタンにお教えしたかった動画なんですよね。ちょっと、何全速全身なんだけど、あの人。マジで言ってる。いや、激しいね。全然火打ちし構わず、いい横湯なんだけど。ちょっと、何を。しないでね。OK。ビビるわ。ガチでビビるわ。あんなところに。こんにちは。いや、なんか飛んできそう。エンダーパールとか飛んできそう。今回勝ちたいな。シャープ3? あの人頑張ったんだね。お疲れ様です。ポイズン。あ、やばい、誰か来てる。倒して、でもこいつに今日振られるの怖い。あ、残り3人か。こいつの弓強いだろうな。弓矢ないの、弓矢じゃない、ないですね。ダメだ。とりあえず間合いを取って、正直真ん中にいるやつが鬱陶しいから、真ん中にいるやつを先に殺したい。これで殺せる？
びっくりした、びっくりしたマジ今ケツの穴引き締まったわ。やべ、ガップル食った、ガップル食った、ガップル食った、上のやつガップル食ってる。あぶね、落ちる。シャープ4に勝てるのか、シャープ3に勝てるのか、お前は。ちょ、マジでやばい、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 お前は先に殺す。よし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 、お前らどこ行った、お前らどこ行った、あと一人、あと一人、ラストラスト、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ラスト一人だから落ち着いて、行こう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 。ラグってるな、あいつ生きるのでは。待って、汗ダクダクでプレイ中なんだけど、キモトランなんだけど、いけるいけるいける、よし素晴らしい、素晴らしいよ。あー、やっと取れた。あー、めっちゃめっちゃあんこ汗かきながらプレイした、手汗やばいんだけど。あー、疲れた。はい、というわけで優勝できました。というわけで、真ん中のチェストは、真ん中のチェストはそこまで強くないので、マジで本当に本当に強くないので、はい、皆様はしっかりね、最初リスのところのチェストを取ってから行きましょうね。はい、というわけでミステリーボックス開けて終わりますか。あ、そうそう、それでうるさ音オープニング作ってくれた方ありがとうございました。レア、エピック、エピック出た。おお、でもペット、ペットアイテム、スラブ、ブリックスラブ、わかんないな。なんかあんま良さそうじゃない。はい、というわけでね、お、なんだっけ、オープニング作ってくれた方、本当にありがとうございました。新しいオープニングで、ね、早速使わせていただいております。というわけでね、以上で、以上で、なんかめっちゃかしこまってんだけど。はい、今回の動画は終わりたいと思います。今ね、5時半なんですけど、こっから編集して、無事3月11日中に出せるのか不安です。はい、それでは最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。